工学部一号館東京大学大学院工学系研究科は東京大学に設置される大学院研究科の一つである。また東京大学工学部は同大学に設置される学部の一つである。工学系研究科は教職員の所属する組織であるとともに大学院教育を担当する組織であり、工学部は学部教育を担当する教育組織であるが、一体と なって運営されているため、この記事で合わせて解説する。現在、工学部のもとに11学科、工学系研究科のもとに18専攻が設置されている。また、10の付属施設が設置されている。施設は、東京都文京区の本郷キャンパスのほか、茨城県中郡東海村、茨城県石岡市に立地している。2019年5月1日時点で、 教員535名、職員218名、学部学生2142名、大学院、学生3470名が所属する。東京大学に所属する学生のうち、学部学生の15%、修士課程学生の32%、博士課程学生の18%が工学系、研究科、工学部に所属していることになる。 外国人学生は1348名である。工学部のスクールカラーは白色である。工学部2号館、工学部3号館9、東京大学理学部より分割された、工芸学部と工部省所轄の工部大学校を統合して、1886年に帝国大学工科大学が設置された。当時は土木工学科、作り科学科、機械工学科、造船学科、 電気工学科、最高指や金学科、応用科学科の7学科で構成されていた。その後、1919年に文化大学制が廃止され、東京帝国大学工学部となった。1942年に本郷地区を第一工学部に改称し、千葉県千葉市に第二工学部が設置された。1949年に、 新生東京大学工学部となった時には土木工学科、建築学科、機械工学科、精密工学科、船舶工学科、電気工学科、計測工学科、石油工学科、鉱山学科、夜勤学科、応用科学科の11学科で構成されていた。同時に第二工学部を母体として生産技術研究所が設置された。その後、さらなる学科統合。 新設、解消を経て、現在は16学科となっている。工学部は、科学技術の進歩と産業界からの要請に合わせて、学科組織の改変を行ってきたため、他学部に比して、学科の変遷が激しい。近年では、社会基盤学科、マテリアル工学科、システム創生学科といった、分野横断的な学科が新設されている。大学院に関しては、 1953年に新生の大学院が設置されたが、当時は人文科学、社会科学、数物系、科学系、生物系の5研究科であった。1965年4月に数物系、科学系、生物系の3研究科を改組し、工学系研究科をはじめ、理学系、農学系、医学系、薬学系の敬語研究科が設置された。 校科大学本館工学部航空学科の第一期卒業生工学部工学部は学部教育を担当する教育組織。現在16の学科がある。学部教育を担当する教員の主な所属は、大学院工学系研究科、大学院情報理工学系研究科、大学院新領域創生科学研究科、大学院情報学館、学際情報学府。 工学系研究科大学院工学系研究科は教職員の所属する組織であるとともに大学院教育を担当する組織。教職員は専攻等に所属して研究を実施するとともに各々の専攻において大学院教育を担当する。現在18の専攻と2つの付属施設6つの付属センター事務部で構成される。寄付講座 社会連携講座工学系研究科には以下の寄付講座が設置されている。町づくり大学院都市持続再生学コースは社会人を対象としたコースであり、2007年10月1日に発足した都市工学専攻、社会基盤学専攻、建築学専攻の3専攻の協力により運営されているが、学生の所属は都市工学専攻となっている。 工学部の同窓会組織である。鉄門クラブと同様に、工科大学のボート部の応援団として発足した。ては、工科大学のマークであった t に由来する。現在、工学部には、ていとの会関連のサークルが9つ存在し、ていとも会の支援を受けているが、東京大学工学部制でなくても加入できる。ありがとうございます。